卵が先か、鶏が先か、生命の起源を考えていくと、必ず、このジレンマに突き当たります。人間を含む多くの生物は、他の生物が作った有機物を食べています。こういった生物を、従属栄養生物と呼びます。一方、植物や一部の微生物は、無機物から有機物を自分で構成することができます。このような生物を、独立栄養生物と呼びます。従属栄養生物と独立栄養生物、どちらが最初に誕生したのでしょうか。2016年に発表された研究によると、数千種類の原核生物の遺伝子を解析した結果、全生物の共通祖先は海底の熱水噴出口の近くに住む現在の超高熱菌のような生命であったことが分かりました。つまり独立栄養生物が最初に誕生した可能性が高いのです。海底熱水噴出口の近くには二酸化炭素や水素が豊富に存在し、温度も高いことから生命の生存に有利な環境だったと推測されています。それでは最初の生命はどのような食事をしていたのでしょうか。現在の超高熱菌は水素と二酸化炭素を食べて生態を構成する有機物を作ることができます。この時超高熱菌の体内では水素や二酸化炭素を分解するために複雑な酵素が使われます。これらの酵素がそれぞれ厳密に定められた正しい順番で働かないと代謝反応が機能しません。しかし最初の生命はこういった複雑な酵素を持っていなかったはずです。一体彼らはどのようにして水素と二酸化炭素を分解したのでしょうか。この疑問に対するヒントが2018年に報告されました。熱水噴出口の周囲の海水には鉄などの金属元素が溶け込んでいます。この金属元素が触媒となることで水と二酸化炭素から有機物を合成できることが実験で証明されたのです。しかし実際の高熱菌が消費するのは水ではなく水素です。水素と二酸化炭素からどうにかして有機物を作れないでしょうか。今年の3月2日に報告された論文によってとうとう解決策が示されました。水素と二酸化炭素を含むラクトシンの熱水に鉄に富む3種類の天然鉱物を混ぜて反応させたところ、生命の材料となる有機物が合成されたのです。つまり熱水噴出口の周りに豊富に存在する鉄を含む鉱物が触媒となっていたのです。従来水素と二酸化炭素の合成は化学工業では数百年以上の極めて過酷な反応条件では実証されています。しかし今回の研究で100度C 以下の温和な条件下でも天然の鉱物が触媒として機能することが実験的に証明されたのです。熱水噴出口でこういった有機物の生成反応が継続して起こることでタンパク質や核酸などのより複雑な生態分子が作られ、最終的に初期生命の誕生につながったのかもしれません。つまり他の惑星でも熱水噴出口のような条件が整えば有機物の合成や生命の誕生が可能であることを示唆しているのです。それではご視聴ありがとうございました。面白かったよという方はぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんのご支援が次回の動画を作成する時の大きな励みとなります。また内容についてご意見がある方はコメントでご指摘いただけると幸いです。よろしくお願いします。